の代市立定常第二小学校は、秋田県の代市城町にあった、公立小学校。略称は二小。秋田県の代市の中心部に2007年3月まであった公立の小学校。100本の桜が植えてあり、通学していた児童は俗に、桜っ子と呼ばれた。他の定城を関する2校にも違った呼び名があった。定城3校の中で唯一給食センターを、 有するほどかつては、児童数が多かったが、近年の少子化や中心市街地の空洞化の影響により、児童数が激減し、90年代以降は1学年、1から2クラスの編成も珍しいものではなくなっていた。このため2007年4月に、定常第一小学校、第二小学校、第三小学校の3校を再編することになり、一旦3校を廃止の上、 旧定常第一小学校に、定常西小学校が、旧定常第三小学校に、定常南小学校が、新たに置かれた。実質的には、第二小学校が、他二校に分割、統合された形である。2014年10月、校舎等の解体作業が開始された。体育館、プール、休館理教室棟が解体され、駐車場等、 庁舎敷地として利用される予定である。また教室棟は解体されず、2015年1月より市役所の仮庁舎として利用されている。ありがとうございます。